飛行中の X-13、ライアン X-13、a ライバーティジェットは、アメリカ合衆国のライアンエアロロノーティカルで、開発された、テールシッター型の垂直離着陸の実験機である。ライアン社での車内モデル名は、モデル69。初飛行は1955年。このプロジェクトの目的は純粋なジェットエンジンのみでの、垂直離陸、ホバリング、水平飛行への移行。 垂直着陸を実証するためであった。1957年の飛行試験第二次世界大戦後、ライアンエアロノーティカルのエンジニアたちは燃料搭載量が軽い場合に水力重量比が1になる FR、ファイアボール戦闘機が垂直離陸できるかということに大使興味を持っていた。1947年にライアンはアメリカ海軍航空局と 垂直離陸ジェット戦闘機の開発調査の契約を結んだ。これは潜水艦に航空機が搭載可能化についての調査プログラムの一部であった。ライアンはワイヤーで繋がれた骨組みの実験機での遠隔操作によるテストを開始し、1950年に初めてホバリングに成功。これにはアリソン車製 J33 ターボジェットエンジンが使用された。1953年には 実験機に B-47、ストラトジェット爆撃機の燃料タンクを流用したコックピットが取り付けられ、初の友人でのテストを、ライアンのエンジニアであるピーター・ジラードによって行った。海軍との契約終了後、ライアンはアメリカ空軍より、ジェット推進部イト投力機の開発契約を獲得し、X-13 バーティジェットは全長7.14メートルで、 カズトノリのコックピットを収めるためには十分な大きさであり、シートは傾斜させることができる。エンジンは、ロールスロイス A ボンターボジェットエンジンで、水力は4 5 k n ハイマウントのデルタ翼は、翼幅はわずか6 4メートルで、翼端には平らなエンドプレートが取り付けられている。機種にはトレーラーからの距離を測るための短いポールがあり、機種の仮面にはフックが設けられている。 フックは X-13 を垂直にしたトレーラーの荷台に吊るすのに使われる。機体が垂直に固定された後、水平に下げられそのままトレーラーで輸送することができる。ホバリング時のピッチ、用の制御は、水力変更によって行われる。ロール制御は翼端にある、ブリードエアを用いた、水力装置により行われる。最初の試作機には一時的にランディングギアが取り付けられ。 1955年10月10日に初の水平飛行を行った。後に水平状態からの垂直移行、垂直状態からの水平移行に成功。その後、ランディングギアは取り外され、単独で地上で直立ができるようフレームを装着。1956年5月28日、ホバリングテストに成功。服をプラットフォームに引っ掛ける訓練も行われた。 1957年4月11日、二号機により、プラットフォームからの垂直離陸、水平飛行へ移行、再び垂直飛行へ移行、そしてプラットフォームのランディングワイヤーにフックをかけての帰還という一連の飛行を成功させた。1957年7月30日に今後を占うデモンストレーションがワシントン DC で行われた。ポトマック川を越えて、 ペンタゴンに着陸させるというものであり、飛行は無事成功した。しかし空軍は運用上の条件を満たしていないという理由で、X-13 の開発を中止する決定を下した。現在1号機はサンディエゴ航空宇宙博物館に一連の垂直離着陸飛行を成功させた2号機は国立アメリカ空軍博物館に展示されている。ありがとうございます。